はい、今日はですね、なんと前回に引き続いてキム兄にスーツをお渡しします。キム兄がなんと名古屋に来ていただいてます。前回が吉本本社に伺って、はい、はい、いろいろデザインのオーダーヒアリングして、どんな感じのものが、うん、をイメージで作られたんですか。まあ、やっぱり今回、はい、キム兄から結構ご要望があったんですよ、うん、はい、前もってヒアリングさせていただいて、うん、で生地の感じとか、うん、柄の感じとかも聞いてたので、うん、生地決まるのすごい早かったです。すぐ決まりました。キム兄さんって言ったらいいの、これは。キム兄さんですかね。キム兄さんが好きなこうデザインっていうのはどういうデザインですか。キム兄はなんかね、はい、イタリアのクラシック、はい、あ、なんかギャングとかマフィアとか、はいはいはい、そういう感じのちょっとゆったりした感じのシルエットがお好きっていうことだったので、うん、はい、今回はそれをテーマに。なるほど、はい、イタリアンマフィア、うん、みたいな。え、前回撮影いつ出したっけ、うん、前回は6月にお邪魔してます。で今日は8月28日、はい、2ヶ月、はい、うわ、どんな反…そこに座るんでしょ。いや、そうです、こちらにいらっしゃいますよ。めっちゃドキドキですよね。いやいや、緊張の一瞬です。じゃあ早速、はい、あのまだいらっしゃってないんで、そうですね、はい、これからお迎えしますので、はい、行きましょうか。はい、交代です。はい、ではですね、キム兄が名古屋にお越しいただきましてありがとうございます。キム兄、お待たせいたしました。いえいえ、とんでもないです。はい、楽しみで楽しみで、はい、あ、 ありがとうございます。もう楽しみすぎて、はい、ずっと沖縄で海ばっかり行ってました。いいですね、はい、たっぷり夏休み、たっぷり夏休みの、はいはい、海亀見てね。あ、いいですね。もうカワハギにつつかれてね。はい、つつかれたんですか。カワハギつつくんですか。あ、そうなんですか。あの、アラインつか、あの、もう模様がものすごいやつですよ、はい、ゼブラみたいな。あ、はいはい、南国特有の。あれはもう気おるんですよ。気おりますか。うん、はい、食べたらうまいですけどね。あ、そうなんですね、はい、あんまり私食べたことないです。カワハギは絶対食べなダメです、はい、そうですか。刺身ですか。でカワハギの肝和え、肝がめっちゃうまいですよ。安い割に白身で、ね、はい、肝醤油で食べたらこう世界一です。いいですね。いや、食べたことない、うん、いや、もうこれもう絶対、はい、絶対、絶対人生ちょっと損してますかね。それね、その言い方ね。ちょっとなんか今来るかなって思ったんですけど。損はしてないけど、はい、得もしてないです。そうですね、うん、どっちでもないみたいな、ね、損はないっていう感じですね。そうですね、捉え方ですね、うん、これもね。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ早速ですけれども、はい、キム兄の前回採寸させていただいたものが完成しております。ありがとうございます。はい、ちょっとじゃあ早速取ってきますね、はい、ちょっと待ちください。覚えてらっしゃいますか、どういったものですか。オーダーしたのか。赤のベッチンのジャケット。ちょっと隠しとこうかな。覚えてますよ、ネイビーのね、はい、ストライクのね、そうですそうです、ダブルのね、はい。じゃあ君にお待たせいたしました。座ってていいですか。はい、座ってていただいて大丈夫です。じゃーん、じゃじゃーん、これは長めになって、はい、これストライプも控えめな感じでね、はい、あのツヤがあの少し抑えめのということで、これはいいわ。こんな感じで、ね、広くて、はい、広めで裏地もキム兄がお選びいただいた。これは渋いですよ、はい、とっても渋くてですね、はい、これね、背抜きでこれ、はい、ちゃんとこはい、はあ、できるもんですね。はい、ちょっとあとはサイズが私ちょっと、でもあんだけしっかり。いや、まあそうですけど、かったんで、ちょっとドキドキはしてますよね、やっぱり。あ、そうですか、はい、お召しいただくまで。で、あとは、ね、はい、前回シャツはキム兄にお選びいただいてなくて、はい、私がちょっと独断と偏見でキム兄に似合うんじゃないかなっていうの で、はい、そうです、シャツをちょっと、はい、そうでしょ、そう思って T シャツできたんですよ、はい、わ、すごい。本当ですか。本当に本当です、はい、うわ、これかわいい。かわいいですね。こういうね、ややこしい柄好きなんですよ。はい、言葉悪いですけど、はい、ややこしい柄で、でこれドラゴンなんですよ、よく見ると。あ、そうな、じゃあ、はい、じゃあドラゴンズだ。はい、ドラゴンズ。じゃあそうですね、中日。遠い夜空にだ。はい、そうですそうです、よくご存知で。いや、ファンですから僕。はい、ありがとうございます。ドラゴンズファンクラブです。え、本当ですか。え、そうなんですか。そうです。じゃあ球場とか。あ、ほんまや、球場に行きますよ、はい、ドラゴンの柄で。ほんまやほんまや、ピンクドラゴンだ。ちょっとややこしい、はい、柄ですけど、はあ、色的にもおしゃれ。
どうかなと思ってちょっと襟高めで。どう見つけてきはったんですか。作らないでしょ。あ、でもあのこういう生地があのたくさんストックしてあって、その中からちょっとまあ私がキム兄にお似合いになられるんじゃないかなと思って。いやこれはいいわ、はい、あのリバティなんですけど、リバティ ね、はい、ね自由、はい、ぴったりだ、はい、リバティ、はい、レジのここもこれもあって、はい、この予備があるんですね、ボタンで、はい、予備あります。本当だ、はい、あのレギュラーカラーのちょっと刺さるぐらいの高い、はい、いいですね、この長いのいいですわ、はいはい、でちょっと固めのパリッとしたもので、うんうん、ご用意しております。あ、素晴らしい、はい、両方穴あってね、はい、カフスもいけるタイプ、はい、これがいい、はい、ちょっといろいろ話を伺っていたので、はい、あの気に入っていただけるのではないかなと思って私の方でご用意をさせていただきました。いや、めちゃくちゃ気に入りました。はい、もうスーツと一緒に合わせていただいてもいいですし、はい、プライベートでお召しいただいても、そうですね、はい、可愛いと思います。やっぱりこうシャツをね、まあ、ジャケットなしでシャツ1枚みたいなのも、はい、あのいいですよね、やっぱりね。そうですね、イタリアの人とか大体そうでしょ。そうですね。で、まあ、今回のこの後着ていただきますので、はい、でちょっと、サイズ感とかを、はいはい、分かりました、お確かめいただいてということで。だって直さないですもんね。はい、大丈夫です、ね、はい、大丈夫です、はい、まあ、でもあの調整とかもできますので、はい、一旦ちょっとお召し替えをしていただきまして、はい、終わりましたよ。はいはい、開けます木村さん、はい、いかがでしょうか。いいですね。大丈夫ですか。あ、でも素敵。ちょっとじゃあ、はいはい、うわかっこいい、渋い、すごいですね、これは本当に渋い。わかっこいい、外しててもやし、はい、素敵、こうやって、はい、突っ張りで止めていただいて、そうですね、ここは一つ。あ、突っ張りみたいなのがあるんですか。そうなんですよ。いやー、いかがでしょうか。いいですね、かっこいい。これちょっと沖縄で食べ過ぎたかな。そうですか。ちょっときついですか。開いて持ってる、この、そう、開いてないのがいいんですよ。そうですね、好きなんですよ、ズボン太すぎずで、うんうんうん、あ、かっこいい、スタイルすごくいいですね。いいです、柄も色もイタリアンやな、はい、かっこいいです。ちょっとここの襟は11センチといって、これ、ね、太めに、はい、もうほぼほぼ最大ぐらいじゃないですか。そうですね、これ以上太いともうここからちょっと飛び出てきてしまうので、うん、はいはい、ここをちょっと下げないといけないんですけ ど、 そうするとちょっとこのぐらいの高さで、このアジーニとか割とちょっとこうやったりしようね、はい、あ、そうですね。これなんていうんですか、この幅広のものの名前は。これはでも、はい、あのラペルってこの部分言うんですけど、ここをまあ幅広に取って、うん、あのお作りするっていう。大体でもここってネクタイされる方だと 8.5 センチぐらいの、うん、ね、ネクタイと同じぐらいの太さにするんですけど、うん、木村さんのネクタイでっていうことだったので、これがでもピークドでシングルになっててもいいし、はい、ダブルでももちろんいいし、はいはい、短くても長くても好きなようですね、はい、でもちょっと長めでやっぱりクラシックでいいですね、うん、あ、長いのはクラシック。そうですね、ちょっとあの長めにコンパそういう発注をしたんです、はいはいはい、昔のシャツでもね、昔のね、この長いのが好きなんです、うん、あ、おっしゃってましたね、詰まってるやつ、はい、でこのやっぱ柄のものを中に入れるとなかなか上級と言いますかね、うん、はい、あんまり誰にでも勧めることではないんですけど、うん、あのおそらく木村さんだったら着こなしていただけると思いまして。いやー、素敵です。いやいや、めっちゃいい。いや、このズボンのサイズもめっちゃいい。いや、大人の着方っていう感じ、ね、ですよね、はい、ちょっと目指してもらいたいですね、視聴者さんだとね、はいはい、そうです。はい、僕ちょっと聞きたいことがあって、はいはい、今までいろんな衣装を着て、うんうん、まあ、映画、舞台、ドラマ、ええ、お笑いあったじゃないですか。ありますね。一番印象に残る衣装ってありますか。聞きたい。まあ、やっぱタキシード系ですかね、うん、スーツで言うとまあ似たようなことになるから、うんうん、タキシードで、あの赤のベルベットでね、ほんでヘチマ、黒のヘチマでっていうやつ、はい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 、で、あのね、丸の丸いジグザグないやつ、はい、ピュッピュッて、はい、タキシードよ、ピュッてやって、はい、で、ここ両ボタンついてってみたいな、で、それで蝶ネクタイで白スラックスみたいな、おー、かっこいい。それ着せてもらった時ちょっと嬉しかったですね。へー、うん、
似たような買いました。あ、そうなんですね。前回の動画で僕拝見しましたけど、はい、スタイリストさんをつけていない、うん、ちょっともう断りましてね、何年か前から、うん、そういう方って結構いらっしゃるんですか、芸能界の方は。ほとんど聞かないですね。あ、うん、テリー伊藤ぐらいじゃないですか。そうですね、やっぱ似合う似合わないって、うんうん、その人の生き方とか、そうなんですよ、考え方とか、はい、哲学もなんか表情に出たり、うんうん、全部出ます、うん、内面が表情ですよね、出ますよね、本当に、うんうん、あーかっこいい、いいなこれ。はい、あのお仕事でもプライベートでももちろんたくさんお召しいただければと思います。はい、これも自分の楽しみですもんね。うん、そう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 、素敵な笑顔をありがとうございます。ありがとうございます、はい、素晴らしい。はい、ということで来ていただきましたが、はい、はい、バッチリです。もう馴染んでます。すごい素敵、はい、それでね、あのシャツをね、はい、さっき見て見せていただいたら、はい、渡してもらうときにね、はい、あの袖のボタンをねちゃんと外してくれてはるんですよ。おこれ、はい、まあまあこれはね、なあの店の人でもね、あの若手のスタイリストでもなかなか本当ですか、男性の袖のボタンっていうのはまあ気づきにくいとこなんですよ。あ、まあさすが通らないですよね。さすがベテラン。いやいや、まだまだでございます。いやいやいや、ありがとうございます。ちょっとこれからちょっと恥ずかしい。緊張する。うん、ちょっと恥ずかしい。いやいや、そうなの。本当に、ね、細かいところ。見慣れてる、はい、ありますよね。ありがとうございます。気づいていただきました。はい、というわけで。はい、これから木村さんにご紹介したい方がいらっしゃいまして、はいはい、あのうちのお客様で、うん、名古屋吉本の4年目の高天、うん、4年、4年目、はい、若手な、若手、そう、若手知り合いなんですか、がなんとうちで衣装を作ってくださったんですよ。若いのに4年目で、すごいですね、4年目でオーダースーツを衣装にされるってすごいことだと思うんですよ。心意気っすね。いや、すごいですね、気合が感じられますよね。偉 偉いと思う、はい、俺も最初頑張ってこうた思い出があるから、はい、ありますか。それはいつですか。それは36年、うん、7年前ぐらい、はいはい、比べて、その最初の舞台出る時にやっぱり絵の着たいっていうことでね、お金貯めて、はい、その時はクリームソーダのジャケットとパンツやったんですけどね、あの ロカビリーでいう、はいはいはい、あれのギンガムチェックのジャケットと黒のパンツとっていうことでね、やっぱ衣装にお金かけたら偉い見上げたもんなんですよ。そうですね、なのでそんな、うん、あの若手でオーダースーツをね、はい、十何万もするものをご自身が作っていただけて、でうちトレンタデーという名前でブランドやってまして、はい、このトレンタデーはイタリア語で32っていうことなんですけど、うんうん、この32っていう数字には良縁が良縁を呼び込んでチャンスがどんどん舞い込んでくるっていう、すごく出会いに強い数字っていうので、はい、あの私たちもやっぱりスーツを着るときって人に会うときだったり良縁を求めて、はいはい、いる時に着るものなので、うん、そういう名前をつけたんですよ。で、高天さんにちょっと事務所のいわば大御所大先輩で、もう雲の上の存在じゃないですか、雲かどうか、キムニーが、はい、で、一生のうちに一度もお会いしないまま、あの、はい、過ごされる方とかもね、吉本さん大所帯なのでいらっしゃると思うんですけど、 そうですね、うん、そんな中、まあ、私が、まあ、トレンタデーが、うん、その高天さんが何か喜んでいただけることをなんかしたいなと思ってて、で喜びよのかないや喜びますよ。びっくりして、いや喜びますって。あ、そうですか、はい、なのでちょっとまあドッキリっていう感じで、あ、そうですね、はい、はい、お呼びしますので、ちょっとあの一緒に、いやでも僕衣装作ってるって聞いたから、はい、偉いなとは思ってますけどね、はい、そこは褒めたろうと思います。あ、はい、喜ばれると思うので、ちょっとじゃあ私呼んできますので、ちょっとお待ちください。はい、こんにちは、失礼いたします。吉本4年目のコーテの手本と申します。コーテの横です、よろしくお願いします。木村雄一と申します。あ、いや、もう本日も拝見しておりました。どういうなんでスーツ着てないんですか。いやいや、下を着てまして、下を着てケースがね、はい、トレンタデューの、はい、そうですね。どういう、さっきファブリーズして、自分らでどういうことなんですか。ここは神聖な場所、除菌。
いや何ここでスーツ作ったらしいやんか新人の。あ、そうでしょ。どうですか。これそういう若者が吉本にいるっつって、はい、そういう気合いの入ったやつがいるってから合わせてくれ言って。来たのよ今日朝から。ちょっとマブダチの感じ。もうマジっすか。違う。着替え持ってきてるでしょ。はいはいはい。これ作ったやつ。はい。なんでまた自分らでも作ろうと思ったの最初の衣装。まあ、ちょっとやっぱ腹がないので、うん、まあ、ちょっと腹がないんですけど、やっぱ衣装でガッとこう。いやでもそれ偉いな。なんでトレンタディエを選んだの。まあ、ちょっとやっぱりあの、これ立った方で喋っていいんですか。いつなんかあれへんの。とりあえず、とりあえず来ますか。着替えていただきましょう。とりあえず着替えていただきましょう。とりあえず来ましょう。じゃあ、皇帝さん、はい、お願いします。はい、失礼します。はい、失礼します。失礼いたします。いや、皇帝です。改めまして皇帝です。改めまして、お仕事です。よろしくお願いします。ようこそ。あ、ちょっと、はい、すいません、失礼します。失礼いたします。お隣、失礼します。シワシワやないか。本当ですね。毎日使ってるんで。なんで毎日使ってシワシワ。毎日使ってる。すいません。大事に、大事にしてください。もうちょっと大事に。はい。バブリーズで伸びんねんで、シワ。あ、そうなんですか。そうや、好転ということで。はい、好転です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。告知の方。告知いぶつですか。終わり口なんですか。頭から告知を内緒にしたっていいじゃないか。それだから十分ってことですか。じゃあ、あの先に告知。告知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 ありますか。自己紹介を。はい、そうですね。はい、出身とか、あのなんか割と面白めの自己紹介。ああ、そう。うわ、NSC の授業みたいわ。まあ、一応の我々のポーテンと申しまして、はい、名古屋一人ずつで。あ、すみません、すみません。ちょっと緊張してしまいました。私の方から緊張してしまいました。そうですね。はい。僕があのポーテンの高森と申します。芸歴4年目で。平成6年3月16日生まれ、出身は滋賀県です。平成6年、はい。で、まあ、相方と大学で知り合いまして、で、まあ、サラリーマンになったんですけども、まあ、ちょっとお笑いしたいなということで、まあ、ちょっと25歳という遅めの年なんですけど、女芸人をやらせていただいているという立場でございます。はい。じゃあやん、そのお前のことちゃんとプロフィールいただけだろ。入るそのプロフィールはいらんねん。自分はどういう人間やねんっていう話。ああ、そうですね。僕は何が好きでとか、まあ、あのサスケがものすごい好きで、あの TBS でやってるあのサスケ鑑賞がものすごい好きで、まあ、今41回までやってるんですけど、1回から41回まで全部この、まあ、YouTube でも今流れてるやつがあるんですけど、それも抑えて、あとはプロ野球観戦がものすごい好きで、昔の野球選手の成績とかでその選手を当てたりとかできるくらい大好きで、まあそうですね。あとはまあ基本的にまあ芸人になってから友達が相方しかいなくて、まあ、ちょっとあの最近は友達が欲しいなと思ってますね、相方以外の。そんなポケモンみたいな。友達募集中で。あ、お友達見てる人なってくれますか。いやんねん。すいません、すいません、こんな僕でよかったらちょっとあの、ね、名古屋吉本に連絡してもらえたらね、はい、手紙とか送ってもらえたら、応援、よろしくお願いします。すいません、本当に、はいはい、竹下くんでした。高森です。楽しかったです。4文字って言われてますから、ね。はい、高森と申します。はい、はい、僕は皇帝の横尾と申しまして、相方の高森とは同い年になります。はい、そんなんええねん。自分のことを言えや。もともと弁護士を目指して、大学院まで行ったんですけど、学友 の, その自分との才能の差というか、うんうん、自分の実力のなさみたいなのにちょっと一回折れて、まあ、退学をするんですけど、その時はあんまりその弁護士になりたいと思って入ったんですけど、いざそういう自分より才能があるやつが現れた時に折れちゃったんですけど、次折れないものってなんだろうって思った時に、芸人だったら、そんなんちゃうねん。だから何が好きでどういう生活をしていてとか、今週休みの日はこんなことしてとか、クラブアイドルの人となりに似てるの心折れて、クラブアイドルのイメージビデオ集めが好き。何かぶってんねん。クラブアイドルのイメージビデオ集めほら、だからそこで初めて気持ち悪ってなるわけですよ。お前らで、ね、大学院行こうが心折れようが関係あれへんのじゃ、人が出てきへんねんって。だからそれ集めてます。やっぱ人田さんとやっぱりこういうとこ、お前が言わんすぐそっち側、お前が言わんで4年目ない言われたそこやろ。この、衣装で、はい、
舞台というか、あ、そうですね、立たせていただいております。高点やからね、はい、あ、そうです、そうなんですよ。どういう意味があるの、なんか意味があるんじゃない、高点という言葉には。まあそう、うん、ちゃんとした意味は、はい、そうですね、あります、ね、一応二人で名前出しちゃった時に相方が言ってくれたんですけど、意味は言えやない、お前知らんの。いや僕あ知ってます、もちろん知ってます。僕はあのワイルドガンマンズが良かったんですけど、ああなるほどね、ワイルドガンマンズか、ええやん、ワイルドガンマンズかバカ爆弾が良かったんですけど、あ、バカ爆弾野生がおるからな。まあまあそうなんですよ、ちょっと相方が出してくれたその案がちょっと僕ちょっと心に刺さりました。どういう意味やったの。時点をやっぱ見てて、そうだね、でその時に交点っていうゾーンが、もう文字列のゾーンがあるじゃないですか。でそこの感じがなんか光る点とか、うんうん、あの好きで転ぶで交点とか、うんうん、あと交わる点交点とか、結構全部いい意味だったんで、あ、なるほどね、文字だけは取ろうと思って、でそれに好きな色がお互い赤だったんで、でも交点という言葉自体に意味ないのはないですね。いい意味、ほんま造語って感じです。太陽の最も熱い点です。黒点だよ、はい、黒点だよ、そうね、黒点だよ、今黒点か、黒点です、はい、のよりちょっと黒じゃないよりも熱くなりたいっていうことですよね、我々が思ってると。苦しい、苦しい、落ち着いてきたの、相方が考えてくれた、まあ、造語でやっぱ覚えやすいし、短いので。4年経ってどうですか、まあ、そうですね、まあ、まあまあ才能あるかなっていうふうにちょっと思い始めてきたとこなんですけど、いい、ね、まあ、才能というのもね、伸ばせるからね。そうなんですよ、ただ開くから決まったもんじゃないから、才能センス、そうですね、確かに才能センスを伸ばすにはやっぱりね、記憶とね、はい、経験、記憶と経験、うん、それを積んでいかなしゃあないね。これは何をするのがよろしいんですかね、記憶と経験、いろんな経験をすることよ、具体的にグラビアグラビアアイドル集めたりとか、ああそれも一つの経験、あそれもできてるんですね。やっぱり実力差はちょっと感じてる部分はありますので、東京、まあ、今日もこの後あの17時からライブがあるんですけど、やった、そうなんですよ、あの今東京であの財前さん売れてる土地の9番街レトロさんっていう漫才師の方と、うんうん、大阪からドーナツピーナッツさん、あ、してるしてる、その2組の方のライブにちょっとちょこっと出させてもらう形になるんです。いっぱいやり、まあちょっと、まあ僕らがやったらその目当てのお客さん怒られちゃう可能性もあります。無視していっぱいやり、無視してやってるけども、あの木村雄一さんが言ってたって言えば確かにやりやすい。そんなん言うたらもう元も子も。まあそうだね。キム兄にちょっと迷惑。そうですね。ちょ2位はやめてください。2位は言いにくい。2位は僕らも言いたいですけど。2位はお前でも裏では言うやろ。でも木村さんと言ってますよ。はい、あでももともと裏で言うタイプの呼び方やったんですよ。あ、そうなんですね。それをこう表に出し寄ったやつがいて、周りのやつに怒られながらだんだんそうなっていったんですよ。あ、さんまさんなんかなんで俺の先輩なのに2位つけなあかんねん。確かにキムに言ってもしょうがないね。そうは一番近い人が言わないね、一番ね。へー、さて、はい、そんな高点の2人です。はい、はいはい、じゃあちょっとネタを今日は、ね、やっていただきましょうか。ネタネタネタ、はい、ネタをやりました、まあ、そうそう、ネタをやっていただきましょう。目の前に得意な、いや得意得意得意って言ってあれですか、ネタをね。じゃあちょっとじゃあ10秒だけ回っていいですか。はい、10秒だけ何するかな。どうも、ホテルです、お願いします。ありがとうございます。なんかあれだね、何ですか、2人揃ったら紅白歌合戦みたいなね。どこにしろあんの、お前、まあ、真っ赤っかだろ、2人合わせても、お前。まあ、まあ、そんなことよね。まあ、ちょっとお前に言ってなかったんだけど、うん、俺あの、プロゲーマーになってちょっと金稼ぎたいなと思ってんだよね。お前、プロゲーマー目指してんの。最近 e スポーツとか入ってんじゃん。いや、流行ってるけど、そんな甘くないんじゃないの。そう、お前に言うことも分かんだけど、ちょっとこれに関してはマジで自信あんだよ、俺。ちなみに何のゲームよ。将棋のゲーム。将棋のゲーム、そうそう、オンライン対戦できる将棋のゲームなんだけど、俺マジで一回も負けたことないから、こうプロになれんじゃねえかなって思ってんだけどさ、お前どう思う。現実でよくない。現実、え、将棋のゲームで一回も負けたことないから強いんだ、うん、あ、めっちゃ強いよ。じゃあ最初から現実でプロ棋士目指せばいいんじゃない、うん、お前の言ってることって、格闘ゲームめちゃくちゃうまいから那須川天心倒せるって言って同じじゃない。全然違うだろ、お前。
全然違うよお前。何が違うんだよ。波動拳出ねえだろお前。波動拳ゲームでどんだけ練習したってお前現実じゃ波動拳出せねえだろ。将棋もそうだろ。将棋は出るだろお前。ゲームでやった動きが出んのが将棋だろ。いやあんまゲーム知らないから分かんないかもしんないけど、基本的にゲームの動きは現実ではできません。将棋はできるのよ。将棋はだからゲームと現実は違うの。効果効果の違いしかないんだからできるだろお前。お前そういうのなんていうか知ってる？なんだよ。潜入捜査官って言うんだよ。多分潜入官だろお前。なんで俺潜入して捜査してんだよ。あ、潜入官か。なんで潜入官。いやお前なんかゲームって聞いて俺がさこうやってポチポチってこうやってやってるふうに思ってるでしょ。思ってるよ。でも俺 iPad でやってるから動きはこうなんだ。じゃあほぼ将棋やんじゃん。もうやってること現実ほぼ変わってないじゃん。そうだよな、ゲームの進化ってすごいよな。あ、そういう意味で言ってないよ俺。褒めてるわけねえだろ、この流れで。ただね、俺もちょっと iPad で将棋やるのもちょっと違うなとは思ってんだよね。あ、そうなの。そう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 。まあ、違和感感じてんのお前も。だから俺将棋やるために40万のパソコン買おうと思って。バカな真似はやめろお前。バカな真似を。何がバカなんだよ。もったいないだろお前、将棋のゲームやるために40万のパソコン買うの。いや、まあ40万かけたらグラフィック超綺麗になるからね。とてなのよ。綺麗になったとて。駒が綺麗に見えるだけだろ。それだけじゃないから。なんだよ。あのね、歩が鳴る時の動きめちゃくちゃ滑らか。だから何よ。何なのそれで。なぜ買うのよそれで。いやそれな、俺実際に40万かけたパソコンのなゲーム画面見たことあるけど、ほぼ本物の将棋盤よ。本物買えよじゃあ。もっと安く手に入るから本物だったら。お前の言ってることはそのパンがないならお菓子を食べればいいじゃないって言って同じだからな。俺が言ってんのはパンがあるからパン食えってんの。目の前に安いパンがそれ食えよってんのよお前。分かったよ、俺も将棋パン買うわ。そんなパンねえだろ。どうもありがとうございました。今までやった中で、はい、一番やりにつらかったですか。一番イエス以外出てこないですよ多分。そうまあまあでもやっぱ嬉しさもやっぱありましたよね、うん、あ、木村さんが僕らの漫才をこんな至近距離で見てくれてるんやっていう、はい、その気持ちは。じゃあ告知の方、はい、告知1個だけいいですか。1個だけ1個別に不満とかじゃないんですけど、はい、どうもって喋り始めた時になんかメモっぽい動きが一回だけ。もう紅白は盗もうかな。盗もう。変えるとこないじゃないですか。紅白の時やけど、はい、紅白になってるからネクタイがちょっと、あ、ちょっと色、まあ、そうですね。いやそうですよね。ちょっと違うやつにしてもよかったです。ちょっと確かに面白いよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。雰囲気があって、はい、継続やなって思いましたね。長いことやっぱり地道な、まあ、しっかりしたしゃべくりやから多少ね、まあ、他のネタもあるんでしょうけど、そうですね、真面目な話をするとよ、はい、で今のネタは藤井聡太はめっちゃ笑うと思うわ。いや対象狭いですね。いや、やっぱりねこれ、まあ、分かってると思う。 なかなか将棋が万人がね、まあ、そうですね。いくつだっけ。ああ30ですね。やった。まだもうちょっともう若さで突っ走る感じの、もう言いたいことを言うというね。おじいになってもできるやんか。例えば、まあ、ゲームは入ってくるけど、はい、そういうのを若手の時に言われたな、はい、ちょっともっと若い感覚のままで、はい、好きな人もなかなかね、はいはい、一般的ではあると思われがちやけど、なるとか俺らは分かるけどさ、うん、もうちょっとこう、ね、そうですね。なんかここカメラ撮られたらめっちゃ恥ずかしいですね。真面目な話、授業中の感じです。いやいやそれはもう恥ずかしいよ、言ってくれたらええねんけど。いやなんか惜しいなと思って。いやでもなんかこういうふうにもっとできるなと思って言っていただけるのは本当にありがたいこと。いやいや、ありがとうございます。いやいや、もう俺からもういいことはない。いや高森君ほんまに、はい、頑張って。こっちをまずまずもうあと2割ぐらい自信持ってやってもいいと思う。もうちょっと声出してもいいかな。あ、わかりました。そうですね、ちょっと声は昔から大きいのでいけるかなみたいな感じがちょっと見える。確かにそうですね、結構昔から言われる。うるさいなここへ来て。確かにちょっとなんか岩下感あったらちょっとあれなんですけど、うん、どうですか実際しばらく来ていただいてるじゃないですか。はい、はい、作られた前と後でしたらどうですか、ご自身的に。あ、やっぱ周りにいいねって言われる機会がものすごい、やっぱりベテランの芸人さんとかもいらっしゃるんですけど、うん、もうそれだよみたいな感じで。いや、やっぱ揃えてると先輩から見ても、はい、ちょっとやっぱ
ちゃんと考えてて偉いなっていう気がします。そうですね、やっぱそこら辺言っていただけると間違ってなかったのかなっていう、はい、ちょっとやめてください汚い方触ったっていう爪が当たって爪が当たってすいませんシュワシュワやもん。お風呂を上がられた後に、はい、バスルームまだちょっとモクモクしてるところにスーツかけとくだけで、はい、ある程度シワ取れるので、はい、おー蒸気で 2,3 時間吊るしといていただくと、はい、アイロンわざわざ当てなくて、そういうかファブリーズね、はい、ファブリーズはもう買ってきました、はい、匂いも取れるんですよ、ね、匂いも取れます、はい、こちらもあれなんですか、はい、これ今日完成したやつで、はい、そうなんです6月あかっこいいっすね、私もあちわ僕らもね、ジーリン僕らも実は見せて見せて、はい、僕がちょっとあのトラって入れてみました。トラ龍子龍子ええやんか、はいはい気合い入りますね。気合い入って入れてます。面白いね。ありがとうございます。はい、なんか、はい、みんなにはキモいなって言われる。キモいね。キモい。好き好き。あれもそう。俺もスカジャン竜とドラしか買わへんもん。いや、あ、スカジャンのイメージありますね。木村さんは確かに。うん。鳥とかあんま買わへん。鳥。あ、鳥。鳥。鷹とかも。鷹とか。でも竜トラ、うん、まあでもドラゴンズファンやけどね。ああ。あ、お前は？え？野球好きなんでしょ。僕はあの8月に1位のところにします、ね。はい、今広島、はい、迷ってる。あ、そういうのもあるね。はい、悲しい思いしたくない。今日大谷君でやった。あ、今日はまだ多分大谷速報見てないんですけど。急にやんだ。あ、もう本当ですか。じゃあ打率も2割9分3厘くらいまで上げてきたんですね。そうですね。なんか会話が間に合った。すごいですね。頑張ってね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんと今日いかがでしたか。いや、なんかあの。喜んでいただけて、ね、しし新しいスーツが漫才で汚れないように。いやいやいや、汚れてないです。箔がつきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんお召しいただけました。ありがとうございます。本当に、まあ、ありがとうございます。います、はい、今回はこのような機会を大切に、はい、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。こちらこそ、はい、本当に頑張ってください。はい、またお会いできるように頑張ります。頑張ります。こちらこそ、はい、はい、ということで本日は木村雄一さんに、はい、名古屋にお越しいただきまして、スーツの納品をさせていただきました。キムニエもありがとうございます。ありがとうございました。そしてうちのお客様のホーテンさんにもドッキリということで、はい、びっくりしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいいい顔されてましたね。はい、はいはい、というわけで以上となります。はい、ではでは、はい、はい、せーの、トレンタリューミカ、ありがとうございます。